少しだけ不思議な普段のお話。指先と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。来月に迫った大統領本選挙。ねえママ。この日の投票で事実上新しい大統領が。何かお手伝いある？お小遣いならダメよ。お手伝い作戦はダメだったか。お小遣いっていう制度は誰が決めたんだろう。それじゃあ違うルールを作ってみる？大統領。何それ。アメリカでは新しい大統領が就任するとき本に手を置いて宣誓するんだ。同じようにこれに宣誓すると大統領になれるの？政策、つまり新しいルールを言うとすぐに実現できるんだ。すごい、やらせて。うん、僕ロビン・ロビタは大統領になります。それじゃあ試しに子供たち全員に1000円を配る今すぐ。これでいいの？のび太、はいこれ。え？いいの？仕方ないじゃない、大統領の決めたことなんだから。うほほ、儲かった。あれ、どうしたんだろう。あ、突然みんなに一時金だなんて。さすが大統領ね。でも大統領って誰だ？そうかそうか、早速みんなにお小遣いが行き渡ったようだね。なんだよのび太、偉そうに。のび太ではなく大統領と呼んでほしいね。のび太さんが大統領？これを使えば大統領になって新しい政策ルールを作れるんだ。すごい、僕にもやらせて。僕にも。まずはここでのリサイタルを禁止にしようぜ。そりゃいいや、意義なし。今言ったの誰だ？ちょっと待って、ここにいるみんなが大統領になって好き勝手やったら大変なことになる。なんだよ、使わせてくれよ。でも全員ってわけには。それなら本格的に選挙で決めるっていうのはどうだろう。この中の代表一人がこの本を使えるってわけか。本当の大統領選挙みたいね。そんなことしなくてももう僕が大統領なの。お前は黙ってろ。この中で大統領選挙に出馬したい人はいる？それじゃあまずは候補者を絞ろう。スーパーチューズデーだ。ルールは2つ。自分の名前を書かないこと。そして1位と2位になった人が候補者となり、改めて大統領選挙で決戦すること。いいね。それはいいけど、選挙運動にはお金がかかるんだよ。そんなことできる立候補者って僕以外にいる？ここはスネ夫に乗っかった方がいいかもしれないぞ。確かに。僕が大統領になったらお小遣いアップするよ。それは嬉しいけど、のび君じゃ頼りないわよね。でも、のび太にはドラえもんがついているよ。それもそうね。出来杉さんは立候補しないの？僕は指導者って柄じゃないし、今回は選挙の裏方に回るよ。最後はのび君。候補者はこの2人に決定。それでは最初に決めたルール通り、この2人が大統領選に出馬するということでいいね。本選挙は次の土曜日。それまで2人にはしっかりと選挙運動してもらおう。
それならこれも出しておこう。性格グラフ。すごい、支持率がわかるんだ。さあ、今の二人の人気は同じくらいだけど、ここからどうなるか。負ける気がしないね。こっちこそ。やっぱりスネ夫だな。演説があるらしいから行ってみようぜ。おう。のび太くんもうかうかしていられないよ。うん、でもどうしよう。なんだか恥ずかしいな。これくらいやんなきゃ。毎日おやつにどら焼き包も作ってもらうんだから。のび太、お小遣いアップしてくれるなら応援するよ。よろしく。なんか勝てそうな気がしてきたぞ。のびのび太、のびのび太をよろしくお願いします。そして皆さん全員が乗馬を楽しめるよう、この骨川スネを各家庭にポニーを配ります。馬を配られても誰も喜ばないよ。あら、お馬さんがお家に来たら可愛いじゃない。そうよそうよ。女性票も獲得しているようだし安心できないよ。よし、もっともっとやるぞ。おーい、ドラえもんくん。あ、のび太くん先に行ってて。はい。聞いたよ、毎日おやつをドラ焼きにしたいんだって。それが、いやこれなんだけど。置き場に困っちゃっててさ、預かってもらえないかな。まったく、スネ夫のやつ。何だったの。買収だよ。どら焼きくれる代わりに自分に一票入れてくるって言うんだ。え、これ間違ってない。いや、グラフは嘘つけない。どうやら僕の勝ちだね。汚い手を使ったんだろ。証拠は、家庭の質問はやめてくれよ。こんなんなこうなったら徹底抗戦だ。ねえ、本当にこれでいいわけ。とにかくやるしかない。あら、どうしたの。最後の手段はみんなのご機嫌取りってわけ。気にするな、今はひたすらガラス吹きだ。ま、せいぜい頑張るんだな。見えついた真似をするなよ。出た出た、あった。これで急にスネ夫の応援に回ったんだな。それはゆっくり反射雑巾。これで吹けば吹くほど過去に映った場面を見ることができるんだ。ごめん、スネ夫がどら焼きくれる代わりに一票入れてくれって言うから。やっぱり。何？ちょっと選挙違反の報告があってね。スネ夫、これはどういうことだ。それは説明して。スネ夫は疑惑の総合勝者だ。もうおしまいだ。やったね。これで僕が大統領だ。いいや、大統領は俺様だ。見てくれ、この支持者たちを。骨川くんのスキャンダルで合田くんが繰り上がったんだ。ん？でもジャイアンが相手なら大丈夫だよ。ねえ、これを見て。スネ夫の写真がどうしたの。その後ろよ、後ろ。あ、ジャイアン。へえ、こんな一面があるなんて意外でしょ。みんなに優しい大統領になりそうね。ん、のび太くん見て。うわ、風はジャイアンに吹いてるぞ。まずい、のびのび太、のびのび太に清き一票。最後のお願いに参りました。ゴーダ・タケシでございます。いよいよだね。うん、結果が出ました。第2代大統領はゴーダ・タケシくん。新大統領に宣誓してもらおう。俺様が大統領になったからには、まずここにいる全員に店の手伝いをしてもらうことにする。そんなこと聞いてないよ。ああそうだ、俺
は何にも言ってないぞ。ただお前らが急に俺を担ぎ上げたんじゃないか。だってこれは何？ああそれか、ちょっと手伝ってもらったんだ。あそこの鍵はうめえからな。そういうことだったの？さて俺はこの権力を好きなように使わせてもらうぞ。うっふん、俺様ゴーダタケシ。もうダメだ。タケシ、こんなところで油を売ってまったくもう。あちょっと待ってくれよ。今大統領になるところなんだから。何を言ってんだい。うちじゃ私が大統領だよ。光っちゃった。ほら帰ってうちの手伝いをするんだよ。はーい。いや、やけに素直だね。うん、僕お手伝いする。みんなもこんな時間まで遊んでないでお母さんのお手伝いをしな。はーい。みんないい子だね。これならこの町の将来も安心だね。こうしてジャイアンの母ちゃんというダークホースの登場により町の平和は保たれたのだった。